ルクロスケです。いやー実はですね、昨日お昼頃ね、一回ゲームやったんですよ。スカムをやったんですけどね。でその後、1時半ごろかな、やめて、でまた再度ね、ゲームしようと思って、夕方の5時半ごろね、ノーマンズスカイを起動しようとしたらですね、ログインしてくださいと。あれ、なんで Steam ログイン聞いてくるのかな、変だなと思ったんですよね。あれりゃ、これか。まあ別にログインすりゃいいんだから、ログインしようと思ってログインしようとしたらですね、 ID もしくはパスワードが違いますと。あれ、なんだこれと思って、で何回やってもね、ダメで、で結局Steam のですね、ヘルプの方から、パスワード忘れましたみたいなね、別に忘れちゃいないんだけどさ、忘れましたで、パスワード回復させようと思ってですね、お願いを出したんですけども、結局ですね、25時間から26時間ぐらい経ってやっと返事がして、こうやって今ね、パスワードの変更ができて、ログインできるようになりましたということなんですね。原因が全く分かりませんでしたね。なんでいきなり入れなくなったのか。まあそれでもね、結構時間かかりましたけどね、イライラというか、いつ返事くんのかな、全くその今やってますとかそういうのもあんまりないような感じでね、いつになるのか全くわからないと、ただただ待ったって感じですね。仕方ないですね。まあそんなこんなでね、全然外来種探していませんし、ゲームもやってません。動画のになるようなものネタがないんで、あ、いるな、ここにな、あれが。あれ、今なんかいたように見えたけどね、虫の幼虫。最悪、本当かよ。こりゃひでえな。逃げるな、こら。38匹か。まあこれだけね、動物密度が高いところだとね、問題ないでしょうけど、センチネル邪魔だな。常に走り回ってれば別にね、センチネル問題ないから、立ち止まるとまずいけどね。まあセンチネル解除したってすぐまたダメになるでしょうけど、ほらね、そら仕方ないわ。まあそういうことですので、皆さんもね、もしかしたらあるかもしれません、突然入れなくなる、Steam やってる方だけですよ。そう思ってね、フォーラムとか調べてみましたけどね、少ないですけどいますね、やっぱりね。先週のね、
金曜日あたりからの、ログインできなくなったっていう、まあ、フォーラムに寄せた方の数だけでいくと20名ぐらいいましたね。でも全世界でね、Steam を使ってる、別にノーマンズスカイに限らず Steam を使ってる人がね、何万人いるかっていう話で、その中でたった20件、まあ、フォーラムに載せた人がね、20件だから、まあ、その倍いたとしても40人ぐらいしかいなかったということで、まあ、特殊なケースなんでしょう。初めてですね、このログインできなくなったっていうのは2011年からだから何年、3年やってんのかな。あと7匹、簡単簡単。動物に餌やりはね、餌やりとかさ、なんだ、惑星を調べる、調査する、あれがね、私、別にめんどくせえなとは思いますけどね、そんなに苦にはならないですね。惑星調査は特に苦になりません。この動物に餌やりの方がね、苦になる時の方が多いです、逆に言うと。なぜかというとね、嵐でさ、でしかも動物の個体数がものすごく少ない時っていうのがあるんですよね。そういう時はもうやたらとさ、視界の悪い中を飛び跳ねなきゃなくてね、もうそれはそれは嫌で嫌で仕方ないですね。今日みたいにさ、すごく個体密度が高い場合はね、全然問題ない。センチネルの色がいまいなね、そんなのはね、別に気にするほどのことでもないですからね。という、まあ、ということで、全然何だってことないけども、緊急報告になりました。この先週の金曜日からかな、ほとんど座ってることができなくてね、で歩いて、金土日と出歩いて、昨日は結局プレーができなくてっていう感じでね、取りだめしてる動画も全然なくなりましたしね。もうこれはね、あれですよ、今こうやってこんなのを動画に、ネクサスミッションを動画にしてるっていうのはですね、イカ様です、苦肉の策です。あー来た、あ、そうそう、共同探検14のパート2、明日じゃないかって予想されてる方が結構っていうか、まあ数名いらっしゃ、海外ですね、日本じゃなくてね、海外で数名いらっしゃいますけども、私的にはどうかなと。水曜日っていうのはね、割と多いんですよね。ですからね、私はね、前から今月の末だろう、要するに31日ずっと一貫してね、いまだにまだその31日じゃないかなという、31日かもしくは1日ね、切りのいいところでじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ、その根拠となるのはですね、 VR、 Steam ですけどもね、 Steam の VR のね、ソフトウェアの、
期限なんて言うんだ、期間限定スーパーディスカウントマイナス 60% っていうのがね、今度の30日火曜日で終わるんですよ。だからそれがね、これこいつね、この古代の骨を発掘する、これまだバグってんじゃないかな、どうだろう。あ、そうそう、そうそう、いつもの口癖、あ、そうそうですけどね、今ね、こうやってSteam、Steam っていうかノーマンズスカイ入れるようになりましたけども、 Steam のね、ID 復活させたんだけな、 ID っていうかね、ID はそのままです、パスワードを復活させたんですけども、そしたらね、 Steam をダウンロードしろって出てきましたね。 Steam が何ていうんですか、リセットされてました。あ、でもね、ファイル自体はね、リセットされてませんでしたけども、 Steam の設定が全部消えちゃってね、まあ全部だっけね、ほとんどが解像度関係の設定ですけどね、再解像度だと BGM とか効果音ですね、動画撮るときにね、あんまり BGM と効果音高いとね、邪魔なんでね、それぐらいかな。まあとにかくね、あとね、今度のね、パート2のアップデートの中、ちょっと編集でね、中身、アップデートの中身をね、差し込む、ほんと着陸できなくなったよね。これはね、解約ですよね。で、攻撃場のところはね、ずっと離れたところに着陸しようと思ってるのにね、攻撃場に引っ張られるしさ、ほんとこれ、着陸はね、悪くなった。やりづらいってあれるしね、また来た、こいつ。邪魔だね。あれ、なんだ、ほんと邪魔、センチネルちゃん。大きなパート2になったからって、まあね、共同探検の方は分かりませんよ。ただ今ね、実装されるものに関しての情報はね、流れてますもん。で、実装される中でね、目立つものはほとんどないです。 NPC がね、ネクサスの中で増えた、ネクサスのアノマリの中で増えたとかさ、まあそんなのはどうでもいいことなんでね。これもダメになったよね、このパルスピッターの切り替えね、これも一手間かかるようになりましたよね、前よりね。邪魔くさい。それからあとなんだろうな、そうだね、惑星の中をね、こういう惑星の中を NPC が歩き回るようになるらしいです。どの程度なのか、どういう、ほらね、また出た、ほらね、近い、一番近い自然の墓場を発見、ターゲットの範囲内、どこに、ないんですよ。これが起きるんですよね。で、結局これを回避するためにはどうしたらいいかって言ってね、ものすごい距離を離さないとダメなんですけど、回避はできます。ただね、ピングリムとかね、そんなもんでね、移動したぐらいじゃ全然ダメでね、本当に宇宙船使ってさ、相当遠くに例えばね、この惑星で言ったら4分の1ぐらいをね、移動するぐらいの気持ちでないとね、次の新しいその、骨のターゲットが出てきません。もう発見したっていうんだけどね、そのマークが出てこないんですよね。そろそろいいかな。で、本当に遠くまで飛んできた。
まあ、こうやればね、あの1回でダメなら2回、3回とジャンプ飛んでやればね、あのターゲットに海かな、なんか海っぽいね。こういう感じでね、あのレクサスミッションで一番あのやりづらくなったのがこの、古代の骨ですね。これ本当にやりづらくなりました。まあ、半ばバグで、バグだと言っていいでしょうね、これはね。これは雲じゃないか、よしよし。今回は着陸できた。本当着陸しづらくなったよね。時間かかるネクサスミッションが多分この骨を探すになったんじゃないですかね。前はね、あの惑星探索とかが割と時間かかる方だったんですけども、多分今はこれが一番時間かかるやつになったんじゃないでしょうか。お、何個かあるな。まとまって、よしよし。あ、この範囲内と出てるときは、あ、でもいいな、これは。ほとんどダメなときが多いんですよね、この範囲内っていうときに見えないやつがあって。また範囲内になってる。どこ？これね、多分取ったやつをね、まだもう取ってしまったやつを、ほら、これこの場所でしょ、取ったやつをね、まだあるっていうふうに誤認識してるだと思います。ですからこの近くにいるとね、常に、ま、取ってしまったのにもかかわらずね、まだ取ってないということでね、あそこを、教えてくるんですよね。だから相当離れ、戦闘中はよくない、相当離れなきゃないんですよね。あと私的に改善してほしいなと思うのはさ、このネクサスミッションの最中にはね、右下にセンチネル機がどうのこうのとかさ、他のログがどうのこうのっていうのは一切出さないでほしいよね。本当邪魔だよね。そんな余計なインフォメーションよりは、ほら、こっちの星の伝説エクソスーツのアップグレードチャートなんて何の必要もないじゃないですか。こんな余計なインフォメーションは、ね、いらない。ミッション終わったら出してくださいって話なんだよね。そういうところはね、私、これから要望していきたいなと思います。あとはあの一番、まあ、皆さんも私もずっと言ってるんだけどさ、何か、ミッションを受けたとか、惑星にたどり着いたとか何でもいいけど、そうするとさ、長押ししないと次のに進めないことがあるじゃないですか。あれ、ね、全く無意味なんでね、やめてほしいですよね。あんなのはプログラム上全く意味ないですからね。ターゲットとはやらないでほしいですよね。
一手間多いっていうことは結局サーバーにもそれだけ負担をかけてるってことだし、まずスカイのプログラマーの方はサーバーに負担かけるの大好きですからね、軽くしようという努力はほとんどしてないような気がする。ほとんどしてないったら語弊があるでしょうけど、意図して軽くしようという気はなさそうですね。あと6個、お前邪魔、見えない。どこ推定1200、あ、これもう出なくなったんだよね。そう遠いとね、見つけたっていうか、推定距離と方向、漠然とした方向しか教えなくなったんだよね。前はね、いくら遠くてもさ、見つけたと言ったらターゲットを出してきたんだけどね、今出してこなくなったんだよね。なんでこういう必要じゃないところまで解悪してくるのかね。全く必要だと思わないようなところですよね、こんなところ。これは意図して変更されたと思うんですけどね。無意味ですよね。良くなってほしい、悪くしたものは戻してほしいということですよね。意見っていうか、まあ要望かな。今まで本当に十分であり、使い勝手良かったものをわざわざ解約する必要ないでしょという話ですね。古代の骨なんてすごく楽でさ、いいクエストだったのにね、楽じゃなくなっちゃったよね。まあ、でも今私がやったようにね、うんと一回離れてください。もう見つけましたっていうメッセージ出てもどこなのかわからないし、ターゲットが出ないっていう場合はね、そこ諦めて、多分ね、もう取ったやつをね、まだ取ってないと誤認識してるんだと思います。バグですよ、正直言って。まあ、今はね、ログインできない問題、あとはログインじゃねえや、プレイ中に落ちる問題がまだ解決されてないのがあるんでしょう。そっち優先していただければね、こういう細かいことは使い勝手の問題ですからね。ちょっとどこだ、あったあった、あと2個、ここらにはないかな。ほらね、見つけたと言ってるんだけどないんだよね、実際は ね。ここで見つけたって言ってるでしょ、ないんですよ。結局ね、もう取ったやつをね、まだ 見つけてないと言ってね、誤認識してるんですよね、だと思います。今までずっと何回も挑戦して結果ね、結局あら、誤認識問題ですよね。ほらね、範囲内っつったって黄色いマークが出てないでしょ。これでね、最初の数日間はね、なんだこれ、この範囲内っていうのを探そうと一生懸命掘ったりなんかしましたけどね、結局毎回ね、その掘った後っていうか、
骨をね採取した後にまだそのそこにあるというご認識してるんだなというふうに考えを改めましたらね、気が楽になりました。とにかくもう ああいうところからは離れる、徹底的に離れるとするしかないですね。できればこうやって走ってるとね、走ったり飛んだりしてると、地域、何々地域に入りましたって新しい区画に入ったっていう報告が来ますよね。その報告が出るまでね、走れば大概新しい骨が見つかります。こっち方面、何見えない、全然見えない、全く読めない、多分距離が遠すぎてって書いてるんだろうけど全く読めない。こういうとこもダメになったね。前はどんな状態でも読めたのにね、今読めなくなったね。日本語フォントが悪くなったのかな、やたらとフォントがでかくなってね、文字が薄くなったような気がするんですけど、私の気のせいでしょうか。で読む、ああいうその背景が明るいところでも読めないっていうことはなかったんですけど、最近読めないこともありますしね、フォントがやたらでかすぎる。まあ老人向けになったのかなんか知らないけどね、あんなにでかい必要はないんですよね。でね、英語版の方もちょっとやってみたんですけどね、英語版の方はね変わってないんだよね。なんで日本語だけ変わってんのかね、日本語だけなのか分かりませんけども、他の外国語、特に中国語とかね、ああいうの変わったのか分かりませんが、海外の方は変わってないんですよ。まあこれからまだアップデートされて変わっていくでしょう。文字の大きさ云々かんのはね、大した問題じゃないですからね。こういう文字はね、今まで通りなんだよね。時と場合だよな。なんかでかいのがあったり小さいのがあったり、話してますけども、そういうことです。もし Steam をやってて、急にログインできなくなってなったらですね、パスワードの回復忘れました。で、パスワード復帰の要請出せば24時間ぐらいで以内では来るんじゃないですか。あ、私は24時間もおっしゃいましたけどね。その間に今こういう状況です、こういう状況ですって言って、再三にわたって要請 4回更新したのかな。最後のやつはまだですかっていう感じのやつを送ったんですけどね、送ってから2時間で来ましたけどね。まあアメリカなんかはね、文句の国ですからね、黙ってりゃね放置されますからね、アメリカっていう国はね。スチームはアメリカですから、アメリカはね、年々悪い国に、世界でもトップクラスの悪い国になってますよね。とにかく文句が多い、やったらめったら文句が多い、要求、ここがね、要求がものすごい、物価は高いでしょう、安全じゃないしさ、とにかくね、アメリカはね、良くない国になってますよね、今ね。文句だらけだよね。世界でも住みにくい国のトップクラスに、もう
上がってくるんじゃないですか。なんていうのかな、内乱が起きてるとかさ、そういうレベルの住みにくさじゃなくてね、市民生活をしていく上において、とにかくなんていうんだろう、隣の人と喧嘩することが多くなりすぎるという、文句ばっかりと。あと自由すぎてさ、他人の迷惑が一切考慮されなくなってしまってる。よく動画の中にも上がってますよね、駅のプラットホームでね、大声で歌ったり演奏したり、列車の中でね、電車の中でつり革に捕まって、逆上がりしてみたり、そんな平気でやってますからね。そういうなんていうの、他人の迷惑って気にしない。迷惑って何ていうのかな、まあやっぱりよくさ、日本人は他人を思いやるとかってびっくりされてますけど、ある逆ですよね。思いやらなすぎるのをしますよね。あまりにも他人を無視してるという点に私はびっくりした。日本人がすごいって言ってるわけじゃないですけど、中国人とね、アメリカ人がやたらひどすぎるだけなんですよ。彼らは似たもの同士だとぶつかり合うんでしょうけどね。他の国に行けばね、私も海外に住んでて他の国に行くこと多いですけど、多いってこと、ダメだな、取り入れないね。少なくてもね、中国を除く他のアジア圏とかインドとかも含めてね、普通ですよ、全く普通。ただアメリカ、今のアメリカね、それから中国、ここらはとにかくね、自己主張が強すぎるね。まあそもそも文化が違うと皆さんおっしゃるかもしれないけど、言語が違うんですよね。正直言って言語形態、日本人はね、日本人はまあ日本だけは特別じゃなくて、日本と数少ない他の国もありますけどもね、動詞が一番最後に来るわけですよ。何々をするのかしないのかっていうのが最後に来る。例えば、コーヒーから始まりますよ。コーヒーを私は何したいのか、飲むのか買いに行くのか作るのか、そういうのがね、最後までいかないとわからないわけですよね。これはアメリカっていうか、まあ、英語圏ですね、特に。英語圏の場合は、私がコーヒーを作るは最初から I make coffee でしょ？ I make a cup of coffee か。ね。だからね、話がね、短いというか、他の人の話に割り込めるわけですよ。文句最初から言えるわけ、イエスかノーか分かってる、お前が何したいかすぐ分かる。だからね、人の話最後に聞かないんですよ。わーっと言ってくる。それからディベートの方式がそうなんですよね。ってこうやって喋るのは、これ日本人もしね、アメリカ英語圏でね、なんて言ったらね、これね、もう本当にバカにされます。こいつなんだ、話にできねえやつだなと。
股間のっていうんだっけ、あの間を埋める言葉、これね本当ではあの日本人はよく使いますけどね、これ海外で使ったらね、 well とかね、 then とかね、うーんとか、そんなの使ったらねもう完全に話聞いてくれませんからね。とにかくベラ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 の話しまくる。あの海外の YouTuber の動画見ていただければ分かりますけど、とにかくずーっと話してます。一言も切れ目なしに。で中身聞いてみると何にも喋ってないんだよね。ほんとくだらねえことしか喋ってない、意味のないことしか。まあ文章で一番意味のないことをダラ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 と数百ページにも及んでね、イエスかノーかをだけをギルティオアノットギルティだけをね書きゃいいのにさ、それをね数百ページにわたって書くっていうバカな国があるんですよ。それが UK なんですね、ユナイテッドキングダム。彼らの文章を見たら本当わからない、何を言いたいのか一切わからない。だからね最初から突っ込むわけですよ、最後まで聞く気なんかないから。まあそういうところもありましてね、面白いですよ。まあ、スティームなんかもね同じアメリカですからね、対応がとにかく文句を立て続け、日本人じゃね こんなに最初最初に文句言ったらクレマじゃないのっていうレベルじゃあね、かわいいレベル、日本のクレーマーはアメリカではね普通の人、アメリカのクレーマーって言ったらすごいからね、本当にね乗り込んでって告訴するとかね、銃を突きつけるっていうのはクレーマーですからね。あ、そういうことです。もし皆さんの方でもねなんかSteam にログインできなくなりましたとかね、なんか不具合ありましたという風な時にはね、ガン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 要請出した方がいいです。これでもかというくらい一回だ出してずっと待ってないで、まだですか、まだですか、まだですか、私は今こういう状況です、まだですかっていう風な感じでね、しつこく出した方がいいです。しつこく出してこないところほど後回しにされる可能性非常に高いのですからね、残念ながら。はい、ということでした。まったね。マックルクロスケでした。今日は一気も見つけないで終わりですね。バイバイ。